関係者の会なんですが、私最初某大手電機メーカーの方に入社をいたしました。でその時に新卒で入った文化系の人間が1割です。でそのうちに管理部門に配属されるのがまたその1割です。ですから、例えばまざっくりですと1000人新卒の採用があったとしたら、そのうちの100人が文化系で、そのうちの10人が、管理部門というような感じになりますね。ですから例えば1000人いて管理部門が10人、そんなの、でそのうちの、結局その中で人事だ経理だって言いますから、もっと少なくなっちゃうんですね。ですから財団省なり一つの会社に人事が10人も20人もいますというのが、かなりの規模だと思うんですけど、何が言いたいかと言いますと、そういう人がですね面接官をしているんですよ。ですから意外と実は私人事で面接官やってますっていう人っていうのは、そんなあっちにもいるこっちにもいるっていう人が実はあまりないような気がします。でたまたまお知り合いでいらっしゃったらちょっとごめんなさいなんですで、僕もダンスフェスティバル の審査員もやってるので、今の合う合わないっていう話なんですけど、ジャズダンスのオーディションでヒップホップの人が聞くと、ジャズダンスの先生方ヒップホップがわからない、意味がわからない、とにかくだらしない踊りだっていう思ってた。